はようございます。今日は辰野市にいてます。ここ今現在地なんですけど、ここからずっとまっすぐ歩いてもみじ谷の方向かっていきます。この上に的場山があると思うんで、そこを目指していきたいと思います。とあそこにちょっとだけテレビ塔の先っちょが見えてます。あそこ目指します。では行ってきます。で普通車300円なんですけど、1日24時間300円なんですけど、ここ数年前は無料でしたねお金いるんやはい。ここ。ほら、城下町古民家ホテル。いや。ほら、こんなん。一棟貸し切りやで。あららら。あ、今や。もみじ谷通りって書いてある。こう行って、こう行って。こう行って。うん。2段目とか言ってはったかね、うん、じゃあ終焉って見に行って、なんかさっき教えてもらったんですけど、もみじ終わってるかなって言われた終焉ってもみじのライトアップ、うん、すごい綺麗、赤いよ、うん、向こうの方がなんか赤そうやね、うん、ほら、鯉が鯉綺麗な、ここ鯉なんかみたいに久しぶりやな思ったより広いねんな、うんうん、あまり見て取られるね。あ、これがライトアップされるってことだ。そやな、線がつながってるし。え、ここはくるっと回るだけかい？いやすごい人でしたね。結構終焉亭でちょっとだいぶ時間食ってしまいました、うん、的場山へ向けてもみじ谷やな、もみじ谷。あ、うん、もみじ谷です。的場山はとりあえず拝見ね。まっすぐ、まっすぐ行って分岐敬老さんはこっち行かない、うん、こっち的場山の方行きます。遊歩道？うん、遊歩道って書いてある。うん、もみじ橋って書いてある。もみじ橋。なんかあれやな、ここ。どこに来たんって感じがする。うん、綺麗な。綺麗けど、ずーっと登り。まあ緩やかに、緩やかに。じゃあここ今もみじ谷の歩いてきたんですね。そうね。そうね。じゃあ今度はのみのすくね神社。神社って書いてるけど、やっぱそんなんなんかな。の方行きたいと思います。どっかに道あってんな、うん、ここのこれのみのすくね神社、ここすごい階段、うん、すごい階段やな。
うん、あれか展望所かな、見えるんか、マカトンボの歌、あ、展望台みたいになってますけど、ちょっと低いからね、まだ、うん、低いからちょっとあんまり、なんかすごい階段登ってきます、うん、手すりある、手すりあるから大丈夫、手すりあるから大丈夫、うわ、カメラ越しでもあれやわ、なんかちょっと急が伝わるかもしれん、すごい急、急やな、あれさっきの展望台が全然見えてるやん、え、なんかさっきの展望台よりすごい見えてるやん、よく綺麗に見えてます、東丸醤油立つのは醤油とそうめんと、近くの町ですね、いっぱい見えてる、あ、すごいね、うん、でこっちから的場山の方ね、こっち、うん、あ、ほんまやね、ちょころちょころほら、そこにも横綱って書いてるしでしょ、うん、なんかここはなんか力士さんがなんかお参りに来たって、うん、言うてはったもんね、山道、ほんまやね、お、結構すごい道に、よっしゃ、まあ急や言うとったから、あ、そうなん、うん、ほんと急やわ、あ、ほんと、うん、え、道が見えてるの、なんかさっきの飲みのすくね神社からいきなり山道でいきなり急、うん、お相撲さんはそこまでやな、ここまでは来てないな久しぶりやな、こんなとこも、ほんまやな、あ、面白いやなかなか久しぶりな感じの登山道、ホテルホテル半分も来てないしああ、こんな岩岩なとこもあんねんな、うん、もう、まっすぐ登る感じ、せやな、ああ、きついな、ここまっすぐもう何もないで、もうまっすぐすごいな、うん、飲み直すってね、下りも、なんか下向いて生えてるから、うん、はあ、はあ、ちょいと緩やかなったんか、うん、ダイヤマロックガーデンって何やそれ、なんかもう道が分かるくなったな、ここ、でもそのまま真っすぐっぽいねんけどね、うん、よいしょ、まさかこの石ゴロゴロがロックガーデンって言うんちゃうやろ、なんかそうっぽいやろ、着いた、しかもガードレールがある、こっちがあるかな、あ、向こうから来る道やんかな、ここから来る道から かもしれんねこれがすごい、あの下から見えとった、うん、あ、全然辛い、イボ川の、イボ川から、イボ川じゃん、辰野市から全部見えとるな、そうね、ずっとこれな、下から見とったのになここにあんね、横に来たなHa ha ha.
あ、道路。お前急に道路。ここかな、山頂は。そうかな。行ってみようか。あ、綺麗。うまい。またおばあさん、標高 394.2m です。到着。お疲れ様でした。はい、結構急やったね。最初のあの岩場、あんなロマンかったね。これ三角点、三角点かな、これ。違うな。違う。後ろ見て。あ、こっちよ。三角点。ここにも書いてるやん。うん、ほんと。はい。今日はね、ここ。T シャツ、新竜アルプスさん、ここ、ここ、アルプス重装はしないですけど、的場さん。鉄砲。はい。じゃあ、ちょっと休憩して、はい、降りていきます。下りも一直線やな。ここから降りていきます。だいぶブロック積み上げられたって怖いで。ああ、グラグラするで。で、登ってきたところがこっちやろ。うん、うん、その途中、あ、降りてきた。あれ、ちょっとどこ行ったいか分かりません。早っ。どこ？ん？どこ行ったいの？多分そっちやと思うね。うん、あの車が行ってる方。じゃあ、的場山から下山してきました。のみのすくね神社から的場山の方登ってたんですけど、結構急な岩場で、結構大変やったね。うん、思った以上に急でした。あんなとこあれ思わんかった。うん。で、今ここは同様の小道っていうところなんですけど、ここから降りていきます。こっち行ったらなんかタツノ公園、うん、タツノ動物園があるみたいなんですけど、行ってみます。なんかちらっと見えとんね。でかっ。よしやな。よし。バイバイ。市営駐車場、タツノ特産品自販機って書いてある。ちょっと寄ってみます。なんや。わかる。ほんまや、醤油やな。醤油。これは？あ、もうほら、皮のなんか。おお、ほんまや。え、こんな。こっちそうめん。糸麺。あ、糸麺や。最後までご視聴いただきありがとうございました。